では早速お迎えしましょう。皆さん拍手でお迎えくださいませ。このミラーライアーフィルムズの発起人の一人であります山田孝之プロデューサーです。今日はそっちのあれなんですね、プロデューサーなんです。はい、そうでございます。改めまして山田孝之プロデューサー、よろしくお願いいたします。そして今回もシーズン2もまた山田孝之さんはプロデューサーのみならず主演も務められました。はい、しかも桐谷監督の元ということで、ね、オファーが来た時はどうだったんでしょうか。いや、単純に嬉しいですよ。やっぱ桐谷組に入るって、桐谷さんそんなやっぱね、すごい世界観がすごいし、お金もかかる作品作りを今までやってきてるんで、キャシャーもゴエモン ラストナイツもなかなか桐谷組に入るって枠少ないですから。で、もともと仲良くはさせてもらってたんですけど、仕事はできないのかなと思ってた中でこういうプロジェクトができて、で桐谷さんにお声掛け、僕がさせてもらって、で、なんかでもね、本当にもう明確だったんですよね、最初にやるよって言ってくれて。で、俺もうアクションやるから電車でとかっつって、ちょっと頭おかしいなと思ったんですけど予算もだって少ないから、短編って電車でアクションとか何を言ってんだこの人と思ったけど、まあそれは単純にその理由が明確にあって、まあ桐谷さんアクション好きでもありますよね、好きでもあるんだけど、短編となるとやっぱどうしても詰め込みすぎるよりは比率として抽象的な作品が増えると、そうするとやっぱ間延びしてくるから、スピード感があるものは絶対あった方がいいから俺やるよって言ってくれた。確かにそうですねって。ただそれをね、僕にオファーしてくるとは思わなかったんですけど、まあ嫌でしたよ。それも一個マジ、僕もアクションが本当嫌なんですよ。怪我するから、絶対怪我するから何の保証もないし。普通はアクションやりたがる俳優の方多いですよね。そういう人がやればいい俺怪我したくないだって腕折れたってもう何やってんだよってなりますからね。だからまあもうやりたくないと思ってたらアクション来たけど、まあ俺が桐谷さんに声かけてるし、まあ桐谷組に参加できるのはすごい嬉しいしなみたいな感じで、まあいいかと。もう結局覚悟を決めるしかないんですよね。で、撮影は全体でまあ3日半ぐらいでしたけど、最初2日間はずっと電車の中でパンダの着ぐるみ着てアクションで、もうだってパンダの着ぐるみでって、しかも滑るし絶対怪我すると思ったけど、まあそこはもう 前日まで嫌だなと思ってたけど、前日によしもうやるぞと、まあ折れてもいいだろうと、ただとりあえず歯だけ折れないように気をつける、歯は戻らん、指が折れても戻るって、まあ、そういった意気込みでやって2日間で3本突き指しましたね。これはもう人生初です、ね。